4文型動詞を覚えたいです。任せて。今回は英作文4文型動詞です。では水野先生よろしくお願いします。はい、承知しました。今回は4文型動詞です。まずは4文型の復習です。4文型はどういう文？4文型は SVOO です。 O、 つまり目的語が2つある文です。はじめに出てくる O は間接目的語といって、ここには人が入ります。後ろの O は直接目的語といって、物や事柄が入ります。イメージで言うと、主語から移動します。目的語である人に、目的語であるものが。4文型がどういう文なのかを端的に表現すると、主語から追う人に、物が移動する文です。4文型を日本語で言うと、主語 S が追う人に、追う物を移動する、彼が彼女に爆弾を渡すとか、そんな感じです。4文型動詞の意味と数。4文型の動詞は意味の中に移動の意味が入っている動詞に限られているため、2文型動詞同様数が限られてきます。また4文型の動詞は日本語にするときに注意が必要です。例えば by という動詞は4文型を取ることができる動詞です。4文型で用いるときの by の意味は顔ではありません。4文型は人にと物をが必ず含まれるので、人に物をの後に続けて買ってあげる、人に物を買ってあげるという意味になります。また初めの目的語、間接目的語が私、つまり me の時、by の意味は買ってあげるではなく、父が私に本を買ってくれた、買ってくれるになります。日本語で考えると暗記しなくて済みます。4文型動詞です。主な4文型動詞です。共通の意味は人に物を類するです。 tell 人にことを伝える、 teach 人に物を教える、 bring 人に物を持ってくる、 give 人に物をあげる、 send 人に物を送る、 lend 人に物を貸す、 show 人に物を見せる、 pass 人に物を手渡す、 promise 人に物を約束する、find 人に物を見つけてあげる、 cook 人に物、料理を作ってあげる、 choose 人に物を選んであげる、 read 人に物を読んであげる、 do 人に物をもたらす、 buy 人に物を買ってあげる、 get 人に対して物を手に入れてあげる、 make 人に物を作ってあげる、 ask 人に物を尋ねる。4文型の文を英作。まずこちらの日本語をご覧ください。父が私に新しい車を買ってくれた。英作文を作る時のプロセスですが、まず日本文の述語の部分を見ます。買ってくれたです。次にこの動詞に対する主語となる語句、つまりはやかがついている語句を探します。はい、父がです。この段階で主語と動詞 S と V が確定します。次に一旦動詞に戻ります。動詞は by で、 by は4文型動詞に含まれていて、で日本語の文の中に人にと物をがあれば4文型が確定します。こちらが大人で、こちらが大物です。で SV 大人大物の順番で単語を並べていくと、 My father bought me a new car. My father bought me a new car.という4文型の英文が完成します。ところがこの日本文は3文型で書くこともできます。つまり4文型の文章を3文型に書き換えることができるのです。まず先ほどと同様に主語と動詞を確定させます。次に買ってくれたの前に何々をつけます。何々を買ってくれたで言葉として成立しているので他動詞ということになります。でこの文の中の何々をに相当する新しい車を加算文型の O の目的語になります。この時点で基本骨格の SVO が完成しました。残りは修飾語です。私には何の品詞になるでしょうか。品詞の決定プロセスを復習しましょう。品詞決定プロセス、重要な品詞は名詞、動詞、
形容詞、副詞の4つで、まず動詞は動作、状態を表して歪んで終わる。名詞は人、物、事柄を表して語句の終わりにはやがをつけて意味が通る語句です。この2つでなければ形容詞または副詞になります。ここで注意してほしいことがあります。今知りたい品詞は私ではなく私にです。ちゃんと書かれている通り私にです。私にの後にがをつけると私にがとなり、言葉として不成立なので、私には名詞、動詞のどちらでもありません。なので、形容詞か副詞のどちらかになります。形容詞なのか、副詞なのかの判断は、語句の後ろに名詞をつけます。で、語句として成立していれば形容詞、不成立ならば副詞になります。例えば、私に本とか、私に車などです。いずれも不成立なので、私には副詞ということになります。副詞は就職後にしかなれませんので、基本骨格以外の語句ということになります。で、基本骨格 SVO の3分形で、就職後が私にで副詞になります。me の前に前置詞の for を入れて for me にすると副詞になれます。 My father bought a new car for me. My father bought a new car for me.という3分形プラス副詞の文ができます。上の4分形の文と下の3分形の文を比較してみましょう。4分形から見ると、先に方のものを持ってきて前置詞の for を入れて、その後に人を持ってきて3分形に変化します。一般化すると、4分形の後ろの目的語を前に持ってきて前置詞を入れて、前の目的語を前置詞の後ろに持ってくると3分形になります。で、4分形を3分形にするとき、こちらに入る前置詞は to、for、of の3種類で、それによって動詞を分類していきます。4分形を3分形にするとき、前置詞 to を用いる動詞は tell、teach、bring、give、send、lend、show、pass、promise。 for を用いるのは find、cook、choose、read、do、buy、get、make。オフを用いるのは ask です。はい、それでは覚え方です。四分形動詞覚え方 to。 まず T つながりでテレビ局 TBS のプロデューサー TBSP を基準として出します。 TBSP。 T 始まりの tell、 teach。 B つながりで bring、しりとり G つながりで give、 S つながりで send、 エンドつながりで lend、 S つながりで show、 send lend show、 send lend show、 send lend show。 P つながりで pass、 promise。 四分形動詞の覚え方 for、4分形を3分形にするときに前置詞 for を使う動詞の覚え方です。 for の中の F つながりで find、 O からは O が2個連続の cook、 choose。 for の中の R つながりで read、 find と read のしりとり D で do からの、なぜかバックグラウンドミュージックの BGM でB から buy、 G から get、 M から make。 ただし前置詞 to の方にも B 始まりの bring、 G 始まりの give があるので、 to の方の bring give を先に覚えてから for の方の buy、 get を覚えるようにした方が良いでしょう。前置詞 of、 4分形を3分形に変えるとき使われる前置詞が of になる動詞は ask 一つなので、これは覚えましょう。 to を取る動詞、 for を取る動詞、こちらの左側が前置詞 to を用いる動詞で、右側が前置詞 for を用いる動詞です。左側の to を用いる方の意味に着目すると、必ず相手がいないと成立しない語句になります。例えば先度の送るで考えると、送る相手がいないのに送るという言葉は成立しませんし、パスの手渡すも相手がいないと手渡すという行為自体できません。
一方、右側の for を取る方の動詞ですが、こちらは元々の意味は必ずしも人がいなくても成立する動詞になります。例えば find を元々の意味見つけるで考えると、相手がいなくても見つけるという行為はもちろん取れます。つまり for を取る方の動詞は元々の意味は三分形で用いる動詞ということになります。では三分形動詞の中で同時に四分形を取ることができる動詞にはどのようなものがあるのでしょう。例えばスチールのような動詞を考えてみましょう。人に物を盗んであげる、言葉としては成立しているようには思えます。しかしスチールは四分形は取れません。次にこちらのリードやバイに着目してみましょう。例えば小さな子供をイメージしてみてください。まだ字が読めなかったり、お金を持っていなかったりしていることってありますよね。またこちらのクックなどですが、家族の料理を作る人は大概決まっていて、一人が家族分の食事を作りますよね。そういういわゆる社会的な役割が決まっている動詞が四分形の動詞になります。はい、今回の私の四分形動詞の覚え方の講義はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら幸いです。また高評価の方もよろしくお願いいたします。あと、これが覚えられない、ここが理解できないなどリクエストがあればコメント欄に書き込んじゃってください。それでは次回またお会いしましょう。そこ水たまりですよ。するわよ。ま、マジか。どんなもんじゃい。